ブリトン・リビエールは、イギリスの画家である。動物画を得意とした。ロンドンで生まれた。父方はフランスから亡命してきたユグノーの家系で、祖父のダニエル・リビエールは、ミネアチュールの画家で、父親のウィリアム・リビエールは、美術教師として、シェルトナム・カレッジやスレード美術学校、オックスフォード大学で働いた画家である。おじのヘンリー・パーソンズ・リビエールも画家であった。 別のおじ、ロバートリビエールは製本家として知られている。チェルトナムカレッジで学んだ後、オックスフォード大学で学び1867年に卒業した。父親から美術を学び、1851年と1852年にイギリス美術振興協会の展覧会に出展し、1857年と1858年にロイヤルアカデミー・オブアーツの展覧会に出展した。 霧の兄弟、クラレンス・ドーベルの影響を受けて、1860年から1863年の間は、ラファエル全派のスタイルの作品が落選した後、1863年からロイヤル・アカデミーの展覧会の常連の出展者となった。1865年頃から犬などの動物画を描くようになった。イラストレーターとしても働き、 風刺雑誌、パンチの挿絵を描いた。1877年にロイヤルアカデミーの巡回員に選ばれ、1880年に正会員に選ばれた。1891年にオックスフォード大学から名誉博士号を得た。1896年にジョン・エヴァレット・ミレーが亡くなった後、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツの会長に立候補したが、エドワード・ポインターに敗れた。 ありがとうございます。